飲食店経営塾塩ラボ。こんにちは、塩さんでございます。今回からですね、福岡県久留米市で、飲食店を経営しております、白仁社長の飲食店経営塾をスタートさせていただきます。白仁社長は、売上8分の1から復活してきた男ということで、飲食店の経営危機を乗り越えて、今コロナをも乗り越えていく、その経営手法というところが非常にこう注目されてきております。その白仁社長に、飲食業界の今、そして飲食店経営で大切なことなどをいろいろと、私の方から質問をさせていただいてお答えいただくというような形で、飲食店経営に役立つ情報ということをお届けしていきたいと思っております。その白仁社長に、早速ですが、まずは、ご挨拶とそして自己紹介をしていただきたいと思います。では白仁社長、まずはご挨拶自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ただいまご紹介いただきましたお腹元気グループ代表の白仁と申します。どうぞよろしくお願いします。私は福岡県久留米市で、飲食業と、有機農業とそれと就労支援の事業、福祉サービス業を営んでおります。飲食業は1987年ですから34年、35年目になります。それと、有機農業、オーガニック農業は、2006年からですので15年ですね。そして福祉サービス業は2014年からですので丸7年ですね。今年で8年目になりますかね。そんな感じで、やっております。で、今お話しいただきましたように売上が8億から1億に、当時は飲食店だけでやってましたので、売上が飲食店8億から1億になった経験があります。そしてただいま復活してきたというような経験を積んできました。あと私の経歴としましては、生まれは佐賀県鹿島市というところの山間部の農家の長男として、生まれました。1960年生まれですので今年61歳になります。地元の高校を卒業して大分大学、工学部というところに進みました。エネルギー工学科というところに進みました。当時は省エネ、エネルギーが高騰して狂乱物価って言われるような時代で、省エネ省エネでエネルギーを研究して少し世の中に役に立ちながら人生を送りたいなっていうのがありまして、そこに進学しました。ところが進学してみて分かったのが、自分は工学系の研究者には向いてないっていうのが進学して分かりまして、で2年ぐらいで途中で、辞めましたっていうか、まあルートを変えました。でまあアルバイトいろいろと、貧乏学生でしたんで、アルバイトいろんなアルバイトしてました経験もあって、ある意味挫折しながらロイヤルっていう会社に拾っていただいたような状況です。そしてロイヤルで5年ぐらい勉強させていただきまして、最後は福岡の天神っていうところの一番花形のところの店長までさせていただきました。48時間働くだとかですね、そういう体験も含めていっぱい鍛えていただいて、そのおかげで、独立をさせていただいて、昭和62年ですね、1987年、独立をして現在に至るっていうような、そういうところになります。今日はどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当今の経験を聞くだけでもいろいろやっぱりこう聞きたいなというところが出てきますが、まず白仁社長のもう経歴の詳細についてはですね、この以前配信させていただきました Zoom で社長インタビュー、こちらの中で詳しくお話しさせていただいてますので、その番組をぜひご覧いただければと思っております。それではですね、白仁社長に、早速ですね、今日の1回目のこのテーマということで質問をさせていただきたいと思います。今回ですね、新型コロナウイルスが本当にこう非常にこう長引いてですね、で飲食業界にも深刻な影響を与えている。でその中でさらにまたこう深刻な影響を与えていく部分として、先日福岡にも出されました、この今回のですね、3回目の緊急事態宣言、この発令を受けてですね、今、白仁社長の中で何を優先すべきだというふうに考えているか、その部分をですねお話しいただきたいと思っております。お願いします。はい、ありがとうございます。まあ本当このコロナっていうのは突然、やってきまして、もう多大な、経営環境
の激変、ある意味逆風を我々に与えられていると思っております。ただその中で逆に言えば、いろんな方々が言われ始めてますが、時代が変わる、そのスピードが速くなったんだっていうふうに言われる方がかなりいらっしゃいます。具体的に言えば、リモートが一気に進んだだとかですね、仕事の仕方がガラッと変わったとか、もともとはもう変わらなければいけないって思いながら、意識がありながら、きっかけがなかったと、それが今回きっかけを与えていただいたっていうような、そういうことを言われる方も多々いらっしゃいます。まあ、この飲食業も私はそういう転換点が来たんじゃないかなっていうふうに捉えております。なのでこの緊急事態宣言、この時にこういろいろと慌てるっていうか、この目先どうしようかって考えるよりも、まずはまあその目先のことも大事だとは思いますけど、それ以上に大きな時代の流れ、この転換点がやってきた、これが明らかになった、本当はやってきてるのにみんなが気づいてなかったと、それがやってきたというふうに捉えた方がいいんじゃないかなと思ってます。で、具体的に言うとどういうことかっていうと、これはドラッガー教授がねよく言われてるところなんですが、特に1999年に出版された明日を支配するものという本の中で、経営戦略の前提が変わったっていう、確か第2章だったと思います。そこの中に支出配分の変化っていう項目がありまして、これが経営戦略の前提を変えさせるものだと。もっと具体的に言うと何かって言いますと、この飲食業が入ってる範疇の余暇産業、実はこの余暇産業っていうのは21世紀は衰退産業だ。なぜかっていうと、逆にこの余暇産業っていうのは20世紀めちゃくちゃ伸びたと。学校教育、小学校までしか出なかった人が大学まで出た、進学率が上がったとか、医療が発展したとか言われますけど、そういう医療の発展、教育の発展、そして公共事業、政府発展、政府支出の発展、それを足し合わせたぐらい、要するに20世紀の成長の半分は余暇産業だったっていう風なお話がドラガー教授の中にあります。ところがこの余暇産業がもう伸びないと。21世紀は逆に伸びるのは政府支出、そして教育、そして医療。その代わりその中身は、政府支出も教育も医療も中身は変わると。具体的に言うと、教育は学校教育じゃなくて障害教育、医療の方は治す医療じゃなくて未病の医療、それは健康市場ですよね。こういったことを言われてましたので、そういった出会いを私はいただいてましたので、この飲食業はこのままでは、まあ私がお世話になったロイヤルが上場したのが1986年7年ぐらいですので、その後スカイラークさんだとかデニーズさんだとか、外食産業って今言われてる、その産業と認められるきっかけが大体そのぐらい の時でした。で、あとは今、まあ、いろんな方々が上場されておりますけど、ただドラッガー曰く21世紀は全部衰退ですよと。じゃあ衰退産業の時にどのように経営戦略を立てていけばいいのか、経営方針を立てていけばいいかっていうと、売上を追いかけるんではなくて収益性を追いかける。定量的には収益性、そして具体的に言うと生産性、生産性、付加価値をいかに高めるか、これが経営の指標として重要なポイントですっていうお話をされておりましたので、私はずっとその生産性っていうことを意識してやってきました。で、その生産性も労働的な作業的な生産性っていう、生産性には3つの切り口がありまして、これもドラッガー教授のお話からです。肉体労働的な生産性と、それと知識労働的な生産性、これはチームで成果を上げていくっていう生産性ですね。それともう一つ、事業モデルの生産性、特に経営者トップマネジメントは事業の生産性を上げる、すなわち飲食業だけではなかなかその生産性を上げられないなというところに私自身はありましたので、ですから、事業の組み合わせ、これによって生産性を上げる、もしくは、事業を切り捨てる、辞める店は辞める、まあ、今もコロナで収益性の上がらないお店を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。ひょっとしたら辞めなければ辞めた方がいい場合もあるかもしれません。
なので、この緊急事態宣言っていうのが3回目ですが、多分コロナの状況を見てますと収束するのに上げたり下げたり、政策として、人の動きを抑えたり緩めたりっていう、これの繰り返しがあと何回かは続かないと、まあ社会的な免疫力およびワクチンですね、ワクチンも変異種にどこまで効くかっていうのも分かりませんので、まあこれもちょっと長い目で見るとインフルエンザっていうのは毎年毎年ワクチンが変わりますので、やはりこのコロナもウイルスですから、ウイルスの一種として考えたときに、ウイルスの特性として考えたときもなかなか落ち着かないっていうのを前提に考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思っております。白井戸社長の中ではこのコロナウイルスですが、はい、大体あとどれぐらい続くというふうに見ながら今経営をしていますか？そうですね、私自身はですね、まあいろんな考え方があると思いますけど、まず私の思考モデルの元にあるのが、はい、地球の成り立ち、地球が46億年前からできたと、で43億年前には実はもう微生物が生まれてきてる、そしてこのウイルスもですね、じゃあどの時点で出てきたかっていうのは今研究者がいろいろと言われてますけど、35億年前って言われる方もいらっしゃれば、12億年前って言われる方もいらっしゃいます。まあちなみに人間が出てきたのはこのホモサピエンス、我々の人間が20万年前ですので、まあ何億年っていうスパンで考えるとですね、もう本当新参者です。逆に言うとですね、この微生物の子孫が私たちなんですね。そう考えると微生物、そしてウイルス、この辺の生態を見ますと我々よりも生命力は強いですので、まずゼロにはできない、共存し合う、しかも彼らも地球上で一緒に進化してきてますので、いたずら菌ちゃんっていうか、いたずらウイルス、すなわち、元気な人をやっつけてしまう、殺してしまうウイルスもたまにはいますけど、このコロナは弱い人をやっつけてしまう、そういうタイプですので、地球規模で見ると実は良性のウイルスと考えられますので、一緒にですね共存は本当はできる。でそういう意味ではこのコロナは、まあ、あとは人間がどこまで、我々が社会がどこまでその脅威を受け入れきれるか、コロナ自体の問題というよりも社会的な受け入れる認識の問題、 YouTube の中などでも専門家の中で実際このコロナで本当に亡くなった人は日本でいうと1100人前後だっていう仮説を立てられる方もいらっしゃいます。一方マスコミやら行政関係は危ない危ない、まあ、医療関係者も危ない危ないって言われてますし、まあ、この辺の社会的コンセンサスをどこで取れるか、そう考えますと1年では取れない、やっぱり2年3年続く。ただ一方今言いますように地球規模の、地球の歴史から見ると、しかもここ10年20年の動きから見ますと、10年前新型インフルエンザの問題、鳥インフルエンザの問題、 SARS、MERS、20年ぐらい前でしたっけね、 O157 の問題、微生物、いたずらする微生物はやっぱ5年なり10年なりでどんどん出てきてるんですね。しかもコロナと違って元気な人、具体的に言うと子どもたちだとか成人が亡くなってしまうような怖い怖いウイルスだったり、微生物だったり細菌だったりしますので、それが5年後10年後来ないっていうふうには言えませんので、コロナだけを落ち着くのはいつかって考えるよりは、やはり5年後10年後ももっと怖いウイルスだとか微生物が来ると、細菌が来るっていうふうな、前提でリスクマネジメント経営を考えておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思っております。なるほどですね。どちらかというとその、まあ、終わる時期がどうというよりは、やっぱりこうコロナと共存共栄しながら、その中でこう今その業界としてできることというところをやっぱりしっかりと考えて、あの経営を作っていくっていうことが大事っていう感じですね。そうですね、まあ業界もありますけど、もうあとはですね、これどれが正しくてどれが間違いっていうのは言えないと思いますので、はい、それよりも自分が経営方針として
どんな考え方で経営をしていくか、これが大事かなと思います。その中で私自身はこの食産業で貢献できることとして、免疫力、これを高める、どんな金ちゃん怖い、細菌怖いウイルスが来ても、結局はですね、今回のコロナ私もかかってしまいましたけど、結局はですね、あの薬も何も出なくて、やっぱ免疫力なんですよね、自分の。でこの免疫力を向上させるのに食っていうのは非常に大きな貢献ができますので、そういったことも含めて、いろんな可能性があるんじゃないかなっていうふうに私自身は思っております。なるほどですね。でそういうそこに気づきを持たれて、で、ね、食産業の方がいろんな方がそこに軸足を置いて商品開発だとかサービス開発だとかお店の展開だとかですねしていただくと、社会にも役に立つあの飲食業が出来上がるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。あ、ついでにもう一つすいません。はい。でこれがですね、日本食っていうか日本がですねそういう貢献ができるっていうのがね、非常にあの世界的に見ても非常に可能性が大きいので、発酵食品ですよね、俗に言われる、まあそんなふうに思っております。かしこまりました。はい、白井社長ありがとうございます。はい、そうしましたらですね、第1回目は、このような形でちょっとさせていただければと思います。白井社長に、ありがとうございましたということで改めて言いたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。飲食店経営塾塩ラボ、新規集客で売り上げを伸ばしたい飲食店経営者店長へ、今毎月塩ラボ虎の会を開催しています。毎月開催している塩ラボ虎の会では、1、塩さんから直接今の世情や飲食店の現状を聞けます。2、自分が聞きたいこと知りたいことをその場で問題解決できます。3、参加したスタッフがその場でやる気になります。4、歴史を読み解きます。5、3000店舗の現場を見てきた経験があります。6、YouTube で取り組んできた全国の飲食店経営者から得た気づきをシェアしています。7、他の店舗の悩みや成功体験を聞けます。8、コラボレーションができるか模索ができます。9、タイムリーな情報交換ができます。10、飲食店で独立を考えている従業員に有益です。 PR やウェブマーケティングに強くなれます。12、媒体にとらわれない売上アップの仕組みをメンバーと共に作ることができます。13、本気で売上を上げたい仲間が集まっています。14、虎の会オンラインサービスも充実しています。1、会員限定ページが閲覧できます。2、会員限定 YouTube 動画を閲覧できます。3、過去に開催した虎の会リアルの映像をご覧いただけます。4、グループページでの質問相談はいくつでもできます。詳しくは説明欄ホームページをご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。